日本の学校で教える英語は間違えだらけバイリンガルが本当の英語を説明します。レッスン4、えー、今日はですね、if とか unless とていう条件をつけて喋る方法ですね。で、こういう条件をつける方法はあ、日本の文法なんかでよく習った家庭法とかっていうものが出てきます。しかし、家庭法っていうのはですね、 仮定法ですね。これは英語ではコンジャンクティブモード言ってあたまたま教えることもありますがアメリカの学校では特にコンジャンクティブモードとは教えないですね。条件をつけて話す。それを正しく理解するためにはですね。またこれ同じものを持ってきましたが two days ago 過去ですね。で now の時は官僚系とか進行形ですねを使いますねそして未来実際この家庭法というのは大きく見ると条件をつけてしゃべるということに尽きるわけですねじゃあ条件をつけてしゃべる方法いくつかありますけどどういうことかっていうと 本当のこと、実際に可能なことに条件をつける場合ですね。これは、If Present Simple。Present Simple というと、現在形ですね。The Present Simple。現在形だけで If を使うというのと、If Present Simple で未来形を使うという場合は、本当の話で,で可能なことだと。 いうことですね例をとると If the wind blows, おケア makes money. 風が吹くとオケアが儲かると。いうことですね。で If winds blow, 風が吹くのを分かっているときは w h e n と言ってもいいわけですね。で、この条件は条件でもかなりもう風が吹くのは分かっていると。いうようなときは If の代わり when を使いますね。when the wind blows. オケア makes money. So, 風が吹くとオケアが儲かるんだという言い方ですね。If1 plus 1 is 2, then 1 plus 2 is 3. これは本当のことですね。If it's rain,、uh, if it is rainy, if it is rain というのはおかしいですね。It's rains. It is rainy どっちかですね。stop walking outside。ということですね。で、未来系が入る場合は、if you do not move now, you will miss the bus。今、move。if you do not go, でもいいわけです。でも、テレビの前に、テレビを見ている時なんかはね、じっとしているから、move というふうに言いますね。 the uh, the if you do not move now you will miss the bus. If you do not move now you will be late in the class. Then if you want to make more money you can work overtime. Now want to make wants wants to make これに関してちょっとだけ発音の点を注意しますね。wants to make っていうのは wanna make という言い方をしょっちゅう普段の会話で言います。if you wanna make more money.wanna make 言いやすくていいわけですね。でも wants to make っていう時に wants to make t を強調しないようにします。t は wants to make.wants, この want t がなくて、ちょっと t でストップして make という言い方ですね。want make.want この t は t、uh、と言わないように。 かく日本人の英語はですね、t が入ってると t なんだと思っていますが、アメリカ英語では t を t と言わずにただストップするだけの場合が多いですね。ですそういう発音の仕方を練習してください。o n c e to make, o n t to make.t と言わない、t。t だけも言わない。o n c e to なんて言うともう これはカタカナ英語ですね。Ant, wants to make, wants to make wanna make の方が言いやすいですね。If she comes home before 6 p M、午後ですね。I am going to eat dinner with her. もし彼女が6時までに帰ってくるんだったら、食事を一緒にしようと。で、これは日本で言う仮定法じゃないわけですね。でもこれは コンディションをつけて喋る方法の中に入っています。そして日本でいう家庭用というのは unreal, impossible ですね。それは if past simple 過去形ですね。で、would を使って infinitive。infinitive いうのはですね、動詞の普通の形ですね。take だったら take,、uh, took taken って変化しますがその take のことですね would, would がつくともちろんその普通の形になりますよねそれから past simple に would have past participle というと take で言えば taken 過去完了形の動詞を使いますねだから過去形に今過去の話をするんですねで実際に起こらなかった それから起こりえなか、起こりえないことの話をするときに、過去形でウッドが入るわけですね。これが、この日本で言う、いわゆる家庭法ですかそれの基本になるわけです。それから、If past perfect ですね。過去完了。過去完了、もしくは過去、それに、 Would have 完了形が入ったり、would have この過去に完了形が入ったり、いろんなコンビネーションが可能ですあ。確か日本ではこのコンビネーションしかダメだというようなことを言いますが、実際はいろんなコンビネーションをやっていいわけです、ここは。ただ基本は、would この「ould」がですね、「could」とか「should」になったりします。その文章によって違ってきますね。でもまあ、「ould」って覚えていればいいわけですね。で、ここは過去か過去完了になるわけです。これですね、「if」は過去形か過去完了。 ということは、あ、本当じゃないあ、ありえなかったことの話の仕方ですね。If I had money, I would go to Hawaii。金があったら、ハワイに行くんだけどな、っていうのがこの would ですね。If I were you。これがですね、過去形は、この場合は、w a s というのは使わないですね。 必ず「わ」になっちゃう。If I were you, I wouldn't go with him.If I, I, him. I were rich, I would have invested in that company. と、こう、途切れ途切れに言ってもいいんですが、練習してほしいのはこの発音の注意ですね。I would have, I would have, 実際には「う」 Would have. I, would have invested. I would have invested. こういう言い方を練習してください。実際に言ってるのはこういうことですね。I would have, I would have invested って言うとあ、なんか小学生が読んでるような英語になっちゃいます。I would have invested. I would have invested. ですね ウッドブこれはうだけですね。どぶこのこれがつながってうどぶ。Uh, if she had married him at that time, she would have enjoyed a rich life. ほら、ここは言い方が楽になるのでしょう。She would have enjoyed.She would have enjoyed a rich life. So, もし結婚彼と結婚していれば、at that time ですね。 これは過去完了ですね。もし結婚していれば、she would have enjoyed a rich life. ということですね。の if の代わりに、unless っていうのもコンディションで使うわけです。だから、日本語の仮定法で if だ、if だって言いますが、if だけじゃないですね。unless。場合によっては、when。もういいわけですね。unless he had studied much harder. he would not have would not have これは would t が聞こえないぐらいの stop だけですね of he would not have would not have he would not have studied another year so Unless he had studied much harder, he would not have studied another year. Would not have. こういうふうに省略して言われると、耳が慣れてないと何言ってるのかさっぱりわからないということがありますから、だからその英語の会話の練習が英語をマスターするに基本的に必要になるわけです。He would have. He wouldn't. He Wouldn't have. he wouldn't have wouldn't. He wouldn't. He wouldn't have. He would not have. He would not have studied another year. Unless he had studied much harder, he would not have studied much. 勉強することにならなかったのに留年することなかったのにという話ですね。If I had studied abroad, I, had studied abroad I would have speak, spoken English much better.I would have spoken English. 英語がもっと喋れたのになということですね。If I had studied abroad ということです。 だからこういうふうに考えると家庭法というのはそんなに難しいものではないとただ話としては、uh, if とか unless とかに過去計画完了を入れるとそして必ず would が入るこれが could になったり例えばですね、um, if I had studied abroad I would have spoken English. I could have spoken. Could do the m i w I could have spoken English much better. これはどういうことかというと、この would が could になる。I could have しゃべったのになっていうのは l d ですけど、しゃべれたのになっていうのが could になるわけですね。I could have spoken English. で、もっと英語をしゃべるべきだったのっていうの あ英語を使う機会があったんだけど英語をもっと喋べるべきだったな。I should have spoken English.Should が来るわけです。だから、OUD、CUD、SHOUD どれでもいいわけですね。ということです。このビデオが役に立ったと思う人はサブスクリプションのボタンをヒットしてえ 次回また会いましょう。